日のショートプログラムで自らの世界最高得点を超える 97.68 をマークした羽生結弦選手。現在オーサーコーチに付き添われながらジョギングをして体を温めています。プレッシャーはエネルギーと語る18歳が見つめるのは表彰台の頂きただ一つ。偉大なる先輩を超え初の全日本制覇へ、昨日に引き続き今夜も最終滑走に挑みます。ショートプログラム2位の高橋大輔選手がいつもと変わらない様子でウォームアップをしています。昨日は冒頭の4回転ジャンプでバランスを崩しましたが、圧巻の演技で王者の風格を示しました。首位羽生選手とは10点近い差があります。逆転優勝への絶対条件はフリーで2本の4回転を揃えること。それを本人も十分に分かっていることでしょう。最終グループ1番滑走、あとは思い切って全てを出し切るのみです。勝負の時が近づいてきました。ソチオリンピックまで1年余りという中で迎えた日本男子の黄金時代、史上最強の最終グループです。今リンクでは6分間練習が行われています。それではその6人をご紹介しましょう。注目の1番滑走ショート2位から逆転優勝なるか、ディフェンディングチャンピオン高橋大輔。2番滑走はシニア2年目の今シーズン確かな成長を感じる中村健人。3番滑走織田信成、2年ぶりの表彰台へショート5位から巻き返しを図ります。そして4番滑走3位の小塚までわずか 0.1 ポイント差、4回転ジャンパー村隆仁。5番滑走の小塚隆彦はショート3位。復活をかける今シーズン、どうしても世界選手権は欠かせない場所です。そしてショートに続き最終滑走5回目の全日本、羽生結弦。圧巻のショートから一夜、目指すはもちろん頂点です。以上の6人です。さあまずは注目の優勝争いですが、本田さん、逆転するには高橋選手何が必要になるでしょうか。そうですね、やはり最初の2つの4回転が鍵になってくると思います、はい、やはり高得点を取れる4回転ジャンプを決めること、そしてその後のジャンプを確実に決め、スピンなどでのマイナスや取りこぼしを少なくすることが逆転の鍵になってきますね。さあそして荒川さん、はい、羽生は大きな点差を持ってフリーにやってきました。そうですね、今日難しいのは最後に滑るということで、メンタルのコントロールを求められることですね、はい、そしてまた体力的にも精神的にもスタミナが求められますので、4分半の中でもペース配分をして後半まで得点を積み重ねられるような滑りというのが今日は鍵になってきそうですね、はい。世界選手権の代表争いということを考えると、3位小塚と4位村の差がわずか 0.1 ポイント、さらに5位の小田まで含めて、本田さん、はい、本当にこれ分からない勝負になりますね。そうですね、本当にどの選手が世界フィギュアに行っても通用する選手だと思うんですが、3枚しかないので、
ここはやはり確実にこのフリープログラムを演技してほしいなと思います、はい、さあそして練習時間終了というアナウンスです。日本男子史上最高レベルの戦い、いよいよクライマックスを迎えます。6人の勇者のうち5人がリンクを去ります。この北海道に入ってきてからの練習でも調子が良くないというよりどこか悪いのかなというような失敗の仕方、あまりしないような失敗の仕方が多かったのと、今日の滑りの中でもいつも光っているスピンの回転ポジション一つ一つが精細を欠いていたんですね。ですので様子がおかしいなというふうには思ったんですけれども、まあ、それでも後半に3回転をつけてきたりですとか果敢にやはりこう気迫といいますか、はい、粘り強さというものはこう感じたんですけれども、それでも本来の滑りではなかったですね。本田さんはこうやはりこう体調面も含めて今回の小塚の演技どうご覧になりましたか。そうですね、やはりこの全日本の期間中の練習であまりジャンプを飛んでいる姿を見なかったんですよね、ということはやはり何か故障があるのか調子が悪いのかって、そういう風に見えてしまったんですけれども、はい、やはりここは攻めなければいけないという演技でしたよね、はい、やはり4回転も挑戦してきてきましたし、トリプルアクセルを 2回入れようと、ただその自分のリズムには合っていなかったのかなと、これが全日本の難しさっていうところでもありますよね、はい、仮にこう羽生がいい演技をして上位に来るとしたら武良が今その表彰台のラインになるわけですが、その場合小塚は 158.12 という得点が必要になります。 158.12 普通の小塚であれば出せる得点なんですが、羽生にとって追う立場ではなく追われる立場で迎える初めての全日本フリーです。頂点に立つだけの強さが今の羽生にあるかどうか、それが試される4分30秒。5回優勝のエースは素晴らしい演技をしました。18歳、羽生結弦。ノートルダムのパリ、デイビッド・ウィルソン振り付け、完成度の高い4回転はただ1人2種類。まずは1つ目、4回転のトーループ、こらえました。次のジャンプ、4回転のスタート、こらえたか、こらえましたね、なんとかこらえました。トリプルフリップ、Thank you.
境を変えてトロントに向かった羽生、強くなるために向かった羽生です。その強さが問われます。演技の後半、トリプルアクセル、トリプルトーループ、トリプルアクセル、ダブルトーループ。課題と言われてきた体力面、トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルトーループ、ここで3連続。トリプルルッツ、これも決めた。今シーズンの目標としてきた2種類の4回転、なんとかこらえて決めた羽生の顔には笑顔がありません。そして今もう一度確認するかのように一度サルコーの場所に行って、その後観客への挨拶ですが、まずは本田さん。はい、そうですね、最初の4回転トーループ、そして4回転サルコーなんですけれども、少しバランスを崩してるんですが、最低限の減点に収まっていますので、はい、やはりそういったところの やはり細かい減点が重ねるにつれてその点数が下がってしまいますので、はい、最低限のミスで済んだことが良かったと思いますね。高橋が作り出した試練なのかもしれません。さあ、そして荒川さん、はい、この演技ですが、羽生に関してはどうご覧になりましたか。いや、これだけメンタルに負荷がかかる場面で、これだけミスなくといいますか、後半課題だった後半までしっかりと滑り切れたことっていうのは羽生選手にとって大きな収穫だったと思いますし、なんといってもやはり2つ その4回転の着氷は乱れたものの、4回転としての基礎点は取っていますので、それを考えるとこれだけの場面でショート、フリーともにしっかりと自分の集中力というのを維持できたことというのはメンタルの強さを感じますよね。強くなるためにカナダに行ったという言葉通り強くなって日本に戻ってきました。こうなると本田さん、ショートの点差が9点以上、
高橋大輔と羽生の間にはありました、はい、この得点がどう絡んでくるかですね。おそらくフリーの得点では高橋の方が上かもしれませんが、そうですね、やはり後半のスピードがなかった分、演技構成点ですね、コンポーネンツの方で少し高橋選手よりは低い点数が出てしまうかもしれないんですが、ジャンプのところで後半 1.1 倍のところでトリプルアクセルが2回入ってますし、3連続も入っています。やはり高度なジャンプが後半に集まっていますので、そういった技術点の方でその分埋められるかなとは思うんですけれども、羽生がトップに立つには 182.72 という得点が必要です。高橋大輔は4回転2回、しかし一つは回転不足がありました。4回転をこらえきった2種類の羽生、さあ高橋か羽生か、フリーの得点 187.55285.23 は高橋大輔を上回りました。18歳の新チャンピオン誕生、史上最強の全日本に新しいチャンピオンが誕生しました。羽生結弦、5回目の全日本選手権で頂点に立ちました。ショートの得点差が最後はものを言いました。高橋大輔が凄まじい追い上げを見せましたが、勝ったのは羽生です。高橋大輔2位、村隆仁が3位、そして優勝は18歳、羽生結弦。これからシーズンの後半、羽生は日本チャンピオンとして世界に向かいます。優勝しました、はい、羽生結弦選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。全日本初優勝、今の率直なお気持ち聞かせてください。正直言ってまだちょっと信じられない感じなんですけれども、まあでもやっぱりショートの差をなんとか持ちこたえることができたので、まあこれは、まあ、全日本の優勝っていうのもすごく大きなものになってるんですけれども、また次の大会に向けてすごくいい収穫になったなと思います。今日のフリーの演技振り返っていかがですか？そうですね、まあ、4回転2つともちょっとうまくいかなかったんで、はっきり言って残念ですけれども、まあでもその中で187点というすごく高い評価をいただいたので、これはまた次につながるなというふうに思いましたし、また海外の大会でもこのくらいの点数を出せるように精一杯頑張っていきたいと思います。2位に10点近い差をつけて臨んだフリー、どんな気持ちで臨んだんですか？意外と緊張するかなって思ったんですけれども、自分の中ですごくリラックスして自分のやろうとしていることをできたので、フリーの演技に関してはちょっと満足いってない部分がたくさんありますけれども、それでも、まあ、頑張ったかなっていうふうに自分の中では満足納得はしています。そして2位高橋選手に5点近い差をつけての優勝となりました。その点いかがですか？やはり高橋選手すごく強いなというふうに思ったのと、やはり点数の差を詰められてしまったんで、多分僕だったら詰められないなっていうような感じだったんで、もっともっと練習してフリーの方でも高い点数出せるようにしっかり練習していきたいです。今回昨日に引き続いて最終滑走でした。その点プレッシャーなどはあったんでしょうか？すごくプレッシャーは感じていました。ですけれどもやはりたくさんの応援またはご声援いただいたので、その中で滑っているのが本当に気持ちよかったですし、また他の試合でも同じような心境になっているので、いつも感謝したいと思っています。プレッシャーがエネルギーになるという言葉印象的でしたが、今日もそうなったんでしょうか？そうですね、やっぱり最初の4回転はちょっと力が足んなかったかなというふうに思ってるんですけれども、それでも最後まで滑り切ることができたのもやはりお客さんの期待とまた5000円のおかげだなというふうにすごく思ってます。この全日本で得たものを教えてください。まあ、フリープログラムでは1位になれなかったですけれども、総合優勝ということで初めてチャンピオンになれたのですごく嬉しいのと、また来年もしっかりとこのような順位に立てるように練習していきたいです。そしてこれで世界選手権ほぼ確実となったと思います。この先の目標を教えてください。やはり世界選手権はすごく出たいなというふうに去年から思ってたので、それは達成できたことがすごい嬉しいですし、また昨年は途中でこけてしまったりちょっと悔いの残るようなところもあったので、その点今シーズン成長したものを
練習環境が変わって成長したところをしっかりと世界の舞台でも見せれたらなというふうに思います。それでは男子シングル結果です。史上最高レベルの激戦を制し、羽生結弦全日本初優勝、2位に高橋大輔が入りました。3位に村隆仁、4位織田信成、5位小塚隆彦、6位に中村健人、これで3位以下の世界選手権代表争いは混沌としてきました。18歳の新王者の誕生です。表彰台の中央に羽生結弦、2位に高橋大輔、3位には村隆仁が入りました。最強のライバルたちの激戦、男子シングルフリーが終わりました。いや、羽生の新しい強さを本田さん見ましたね。そうですね、あの4回転のミスはあったんですが、やはりショートプログラム、フリープログラムときちっとまとめてきましたね。はい、そして高橋大輔についてはいかがでしょうか。いや、素晴らしい演技でした、もうただそれだけです。なるほど、素晴らしい戦いが刻み込まれた全日本フィギュア、優勝は羽生結弦です。